はい、こんにちは。今日はね、このリモコンです。僕がよく使うハードディスクレコーダーのリモコンが完全に壊れてしまいました。テレビがこうちょっとつかない、全くこう反応しなくなってしまいました。じゃあこのハードディスクレコーダーのリモコンは何かっていうと、この僕が一番使ってるのがこのシャープのハードディスクレコーダーです。今家にはまず僕が一番使うハードディスクレコーダー1台で、一番最初に買った、東芝のバルディアっていうハードディスクレコーダーと、この上に三菱のハードディスクレコーダーと、さらにここにソニーのハードディスクレコーダーがあって、合計で4台ハードディスクレコーダーがついています。でさらにこの白いやつは光テレビのユニットで、これでも録画ができます。ここにはプレイステーション4があって、さらにテレビの後ろにはハードディスクがついてて、これが確か2番組、これ2番組で、これも2番組で、これも2番組で、これが3番組で、テレビが1番組なんで12番組同時録画ができるんですけど、そんな使わないんですけど。じゃあなんでこんなハードディスクレコーダーが増えたのか、気になるテレビを撮るのはいいんだけど、撮りっぱなしで見ないよと。でどんどんハードディスクを圧迫してって、結果的には見ずにハードディスクがいっぱいになって消さないといけなくなっちゃうんですけど、まず消すのがめんどくさい、見るのもめんどくさいなってくるとですね、もう1台ハードディスクレコーダーを買ってしまおうかということで、こんだけ増えました。結局このこいつはほとんど使ってなくて、こいつはもう容量パンパンでほとんど電源も入れてないよと。こいつが一番使い勝手がいいんですよ。で早いしすごい使い勝手がいいんで、こればっかり使ってるんですけど、これのリモコンを使いまくったことによって壊れてしまいました。この上のソニーのやつはね、ちょっともっさりしてるんでね、あんまり使いたくないんですけど、最近はちょこちょこ使ってますけど、まあそんな感じです。でこのリモコンなんですけど、もう本当にこれもう全く反応しなくて、これね、今こう新しく買ってきたんですよ。これアマゾンで買ったんですけど、買った翌日に届きました。新品がこうね、あるよと。で電池をちょっと入れ替えます。で取説でリモコンの設定をしますけど、うちのテレビはソニーなので、7番と電源を押せばソニーがつくよと。メーカー指定ボタンを押したまま電源を60以上です。1,2,3,4,5,6。こんな感じでテレビ、はい、設定、テレビの設定もしてつくようになりました。でこちらのリモコンなんですけども、今回は、新品を買いましたけど、これ、ね、すごいよ。 Amazon は、ね、GB-131PA、この形を入れるだけでこのリモコンが出てきて、発注するともうその翌日にはこの新品のリモコンが届くと。翌日には届くんですけど、なんだかんだ言ってこのリモコンは独占しました。まあまあ高いんで、こちらのリモコンが直せるに越したことないんですけど、今回このリモコンをばらして直るかどうかわからないので、僕は新品を買いましたけど、ボルトで 2C6 点止まって出るだけかな。で中は何もないんで、6点をばらすと基板がそのまま出てくると思うんですけど、実際直せるのかどうかを検証したいと思います。一応ね、結構力強くグッと押し込むと反応することがあるんで、ただの接触不良じゃないかなと思うんですけど、接触不良の状態がよくわからないのでばらしてみて、掃除したら直るのか、それとも基板自体が劣化しちゃってダメなのかを検証したいと思います。それではこのリモコンをばらしていきます。こればらすんだけど、まずこれを取らないかんけど、結構まあまあこれを外すのがまあまあ骨なんだよね、やっぱりね。よいしょ、なかなかこれがね外れないよね。お外れました。で、こんな感じね、基板。
でこっち側を外さないかもんで、またこれがね、またネジついてるね、これネジが1、2、3、4箇所、5箇所もついてるのかよ。よし、で外しますと。おお、外れた。こんな感じになってますけど、どうすかね、これ。こうね、ちょっとカメラじゃわからんかもしれんけど、ベタベタ、なんか汚い、なんかね、ベタベタ、なんだろう、なんかベタベタしてるわ。こうなんか入り込むんだよね、中にね。汚いリモコンのこれを洗浄したいと思います。ここでも水洗いしちゃえばいいんでね、若い部品がなくならないように注意しなくちゃいけないんで、この辺の部品がなくなると厄介なんで、このスプリングとか、スプリングとかがなくなると厄介なんで、こういうのはちょっとなくさないように注意して、こういうスイッチとかね、こういうもうなくさないようにして、これは全部洗浄します、綺麗に。でこの基板も洗っちゃいます、水洗いします。こういう基板はね、水で洗ってもちゃんと乾かせば大丈夫なんで。ちょっと今洗面台に来たんですけど、これ洗っちゃいます、水洗いします。これもね、水洗いしちゃいます、基板もね。うわ汚い、これこれこんな汚い。でちょっとこれはちょっと後で乾かします、きれいにね。あとこの汚いゴムを洗うと。アマゾンからドラレコが届いた、ドラレコが、新しい車の。あの変なね、油汚れのぬめりが全部きれいに取れましたので、あとはちょっと乾燥させていきたいと思います。タオルでね、水分を吸い取っちゃって、まあ大した基板じゃないもんで、じゃあ組み立てていきます。まずこれに、このゴム このボタンをね、こうつけて、 黒いポッチを3用にこう入れて、ここに巻いた。でこの白いのをスプリングを落とさないようにこうやってはめます。こういうふうなんで、よしよし、つけて、こんな感じで、おついたついた。ちょっとネジ締める前に動作確認をちょっとしてみましょう。おついたついた、ね、こうリモコン今操作してるでしょ、こう復活したよね。ハードディスクレコーダーの電源を入れると、こう今入って、はい、録画リストがバラバラバラっと出てきました。こんな感じで、かなりスルスル動くようになりましたね。はい、完全に復活しました。はい、こんな感じで完全に復活しましたね。どうでしょうか。
洗っただけでリモコン復活しました。これ基板ってね、洗ってもね実は乾かせば大丈夫で、復活をします。こちらのリモコンですけど GB-131PA っていう型式なんですけど、これシャープのハードディスクレコーダーのリモコンなんですけど、欲しい方がいれば無料で差し上げます。欲しい方は、まあ、僕のツイッターの方にダイレクトメッセージを送っていただければ先着で差し上げますので、送料は僕が負担しますので、欲しい方は今のリモコンこんな感じですよって言ってもらえれば差し上げてもいいかなと思います。まあでも一遍チャレンジしてもいいんじゃないかなと思いますけど、こんな感じでリモコンは修理できるので、興味のある方はチャレンジをしてみてください。